皆さんよろしくお願いします。哲学とです。動画ではソクラテスの思想3として問答についてお話ししたいとも思います。問答法というのは、相対主義を説く祖父人たちに対して、ソクラテスは問答法によってその無知に気づかせようと言ったと。正義や勇気、善について知っている人に対して、その答えを、彼らがそれそのものを知らないと。一例に過ぎないと。いや、例えばですね、正義について言う人は、勇敢に戦うことだよとか言うんですけども、でも、ソクラテスから言わせると、それは正義そのものじゃないですよねとかっていうような受け答えをすると。そしてまた全く変わる概念だと。いや、あなたはその戦の時に、勇敢に戦うってことを正義だって言うんですけども、それは全く違うと。それは単なるその野蛮なんじゃないかとかね。それで相手が本当にその知ってる、本当にそのものについて知らないっていうことを相手に気づかせると。そして、彼ら自らの無知に気づいて、その結果、正しい真の知識を学ぶ気持ちを相手に話す方とすると。それが問答法の一つの目的だと。そして、相手の無知を自覚させ、真の知識を探させる方法を問答法と呼んで、またそのソクラテス自身のお母さんっていうのが、ばさん、子供の出産を助ける産婆さんであったことから、この方法、問答法っていうのは、別名で産婆術とも呼ばれることというふうに言われています。ちょっとソクラテスの思想について、3つほど、申してきたんですけども、ソクラテス、プラトンの著作の中に見られるソクラテスなんですけども、思想っていうのは非常に学ぶことが多く、そして、プラトン作っていうのは、その哲学に馴染みのない人でも、非常に読みやすい、ない、決してその思想自体は、難しい部分もあるんですけど、読みやすい内容になってまして、岩波文庫なんかから出てる大変をいくつか読んでみるっていうのも、哲学の最初のとしてはいいんじゃないかなと思います。どうもありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方もお願いします。